ご精が出ますな。いや寝てたんじゃないの。いやそうなんだけどね、なんか手伝ってやろうか。こう見えても器用なんだ俺。いやいいよ。だけどパック、君には本当感謝してるんだ。五道の親方が倒れて、そしてキャスカがいなくなってから、エリカは一度も笑ってないんだ。それがあんなにはしゃいで。いやそんなことないって。まあガキンチョに遊ばれるのは得意なんだけどね。それにガッツのことも。ガッツがここを飛び出していった時、俺どうしようもなく悪い予感がしたんだ。ガッツに生きて会えるのか。もちろんそれもあったけど、ガッツがもう俺の知ってるガッツじゃなくなってしまうんじゃないかって。でもガッツは戻ってきた。血相変えてキャスカのことを心配して。やっぱりガッツはガッツのままさ。それはパックのおかげであるところも少なくないと思うんだ。きっと君が一緒にいるってことは、まだガッツは笑えるってことだからね。てひ、なんか照れちゃうぞ。あんましマジ顔で言われっと。靴屋の小人ならぬ鍛冶屋の小人か。あいつめくるたびにおかしなものを連れてきやがる。親方、無茶だよ。やめて。それなら俺が。だっとり。ニッケルト、エリカを頼んだぜ。あれはな、俺の本当の娘じゃねえ。あれは戦で家族を亡くした戦災孤児だ。泣いとるのを見ちまったもんで、気まぐれで育てちまったわけよ。柄にもなく。生まれてこの方、鉄のことしか知らねえ俺を、随分とまあ人間らしくしてくれたよ。けどな、やっぱり死ぬときは一人、前のめりってのがいい。いい意見ってな、たとえ錆びついて生蔵になっても、その芯には決して錆びつかないいい鉄を残すもんだ。その鉄こそ最高の鉄。たとえ亀裂が入ろうが、火に入れりゃ必ず蘇る。あのバカに言っとけ、俺みたいになるなってな。ゴード、あんたいい鍛冶屋だ。帰ってきたらまた頼むぜ。抜かせ、ベロイ。さて、追っ始めるか。これはお墓だよ。人数分には程遠いけど、練習を兼ねて俺が作ったんだ。気休めかもしれないけど、戦場じゃよくこうしてたでしょ。俺が憎しみ続けてる間、リッケルトはこれを仲間の死を受け入れ弔い、新しい生き方を見つけて、こいつらしい健やかな強さで。Thank you.
襲ったのが俺で残念だった。お宝はあるんだろうな。上玉がいたら教えてくれよ。ここは守んなきゃね。命までは取られん。お願いしますだろう。目に物見せてやる。Yeah.
命をかけるなんざバカのやることだろ。リッケルト、さっきはその、すまなかったな。ううん、俺の方こそごめん。自分でも歯がゆいよ。だけど、ここにいていろいろ、大切なものもできちゃって。気が気でないのはわかってるけど、今夜はここでゆっくり休んでよ。逃げたんじゃねえ。逃げられねえんだ。この右目に最後に焼き付いたものから。恐怖、憎悪、わからねえ。あるいはその両方なのか。このドス黒い炎は絶対に贖うことはできねえ。贖えねえなら、逃れられねえなら、こいつで身を焼くしか、敵を焼くしかねえんだ。俺には仲間の仇討ちさえ口にする資格はねえ。俺たちが一番大変な時にそいつはここにいなかったんだ。そんな野郎を仲間なんて呼べるかよ。お前はもう抜けた人間だろ。そこまでしてもらう義理はないよ。連れてけよ。無理やりでも何でも今度こそ出ないと。あいつ、お前は自分の戦をするんだろ。行かなくっちゃ。一人でも行かなくっちゃ。とうの昔に、あの時から俺にはもうその資格はねえんだ。自分から始めた戦だったよな。こいつは俺が自分から挑んだ戦だ。けどよ、だけどよ、俺を焼いているのはこの黒い炎だけじゃねえ。あの日々のかがり火はまだ胸を焦がしてる。そうだ、このか細い最後に残ったかがり火だけが、俺が黒い炎に飲み込まれるのをギリギリ踏みとどまらせていたんじゃねえのか。なんてこった。俺はまた繰り返しちまったっていうのか。俺はまたなくしちまってから気がついたっていうのか。またそうとも知らずに、この手のひらから放り出したことにも気づかずに、まだだ、まだ遅くはねえ。今度こそもう二度と失えねえ。